こんにちは、転写太陽です。まあ今日はですね、このなんとアドオントーナメントをやっていきたいと思います。イエイ。ということで、まあ今回ですね、どういうトーナメントかというと、アドオンの最強を決定するトーナメントです。まあ一度トーナメント表を見せます。はい、ということで、まあスタートです。よいしょ。ということで、まあ一度ちょい下に降りたいところなので、まあ降りるまでカット。ということで来ました、下まで。あっと、いきなりついに会ってしまいました。やばいです、めっちゃ強いじゃないですか。まあ今回コウタさんとやっていて、雷の呼吸を使ってきます。やばいです、ちょっといきなりピンチですね。結構やっぱどっか狭いところでやんないと、相手は結構遠距離系なので、というか遠距離から一気に近距離に近づけるので攻撃できる隙がないんですよね。あと自分が早すぎるんですよ。ちょっとだけワンパンマードンが不利な状況かもしれません。よいしょ、一度ちょっと離れていい場所を見つけましょう。多分まあワンパンマンなので、いい場所で戦えたらワンパンですよね。でも相手にやられてもワンパンに近いと思います。ということで来ました、やばいです。ちょっとここやばいですね。ここでうまく戦うしかないんですかね。よいしょ。ということで、あ、いました、いました。ということで、意外にワンパンなので勝負が早いかもしれませんよ。え、ちょっと、やばいです、早すぎます。ということで、まだいけません。お、ここでうまく追い込めばいける説ありますよ。よし、あれ、ということでいきます。ということで勝てました。まあ今回は第1回戦はなんとワンパンマードンの勝利です。ということで、前回アスレチックで負けた借りを返しました。よいしょ。ということで、やはり戦いは埼玉の方が強かったです。ということで、まあ今日はこれくらいだりにします。まあ次回も楽しみにしててください。それではボーイボー。